はい、こんにちは、パーカッションの高文です。もっといい音を届けたいパーカッションためのマイキング&エンジニアリング研究第4回、はい、今回もやってまいりたいと思います。これね、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるんだけれども、刺さらない人にはね全く見向きもされないという企画なんですけども、一応パーカッションに関してはね、もう世界一詳しいデータベースを作りたいなと思っておりますので、お付き合いいただければと思います。はい、なのでなんか調べてほしいこととかね、気になっていることとかあれば、どしどしコメントに教えていただければやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、では今回のテーマは定番ネタではあるんですけれども、コンデンサーマイク VS ダイナミックマイクというのをやっていきたいと思います。でそもそもコンデンサーマイクとダイナミックマイクの違いがよくわからないぞという方はですね、こちらの画面を一時停止してご参照ください。でごく一般的にプロがスタジオでレコーディングする場合っていうのはですね、コンデンサーマイクを使うことが多いかなと思いますし、コンデンサーマイクの方が感度が高いので音の情報量が多い、高品質に取れることが多いかなとは思います。はい、がしかしですね、打楽器パーカッションとかドラムに関しては意外とダイナミックマイクでもいけちゃうっていうかね、まあ、最初から余計な音の成分を拾わないで必要なところだけ取ればいいっていうケースもありますので、ダイナミックマイクでもいけちゃう場合があると。はい、じゃあ、 まあ実際どれぐらい差が出るのか、どれぐらい違いが出るのかっていうのを今回比較していきますので、例えば卓録でね、マイクが必要であると、マイクを購入する場合にコンデンサーマイクを買った方がいいのか、あるいはダイナミックマイクで必要十分なのかっていうのをね、判断材料にしていただければと思います。はい、では今回使用するマイクの紹介です。まずコンデンサーマイクチームの方からです。僕は金さん銀さんペアと呼んでますけれども、まずカホンのサウンドホール側、穴の方にはアーカーゲー C414 の XLS というマイクを使います。画面側の方には同じくアーカーゲーの C414XL2 というマイクを使います。はい、続いてダイナミックマイクチームはおなじみのこの2つでございます。サウンドホール側、穴の方にはゼンハイザーの MD421M2 というマイクを使います。画面側にはシュアーの SM57 というマイクを使います。はい、マイクのセッティング方法は、まずサウンドホール側からですね、サウンドホールから10センチ離した位置で低域を取りたいので45度ちょっと傾けた、形でセットしております。はい、画面側はこんな感じになっております。サウンドホール側のマイクと位相の干渉が起こりにくいようにですね、サウンドホール側10センチに対してこの画面側は3倍の30センチの位置で、微調整して、一応波形で見てもですね、逆位相になっていないことを確認しています。はい、でこのアーカゲの C414 はですね、指向性が選べるんですけれども、今回はダイナミックマイクに合わせて単一指向性にセッティングして、やってみたいと思います。はい、それでは順番に聞き比べてみてください。
はい、という感じでした。いかがでしたでしょうか。まあ、当然音質の差は出たんですけれども、ダイナミックマイクも案外いいんじゃないかと。いや、むしろダイナミックマイクの方がなんかパワーがある、パンチがある感じがして好きだわという方もね、いらっしゃるかなと思います。はい、で僕のこの YouTube の動画だったり、他の方の YouTube 動画だったり、ライブでのカホンの演奏っていうのはですね、結構ダイナミックマイクを使っていることが多いですので、あ、よく聞く感じの音だな、馴染みのある音だなと、そんなに違和感なくね、聞けたかなと思います。はい、でまあ最終的にどういう音にしたいか、ダイナミックマイクだと結構ドラムに近いような音になるのかなと思いますので、まあドラム的な役割をする場合にはダイナミックマイクでもいいかなと思いますし、もっと繊細なね音まで取りたいとなったらコンデンサーマイクを使うという風になるかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を毎日マニアックに発信しています。参考になった、面白かったよという方はシェア拡散していただけますと大変嬉しいのでよろしくお願いいたします。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、概要欄見ていただいてメンバーシップご加入お願いいたします。また毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップというのもやってますので、参加していただければと思います。というところでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。